後がしょぼすぎるんだけど偏りすぎでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。あ、久々の電話からのスタート。なんか結構子供生まれるってなっとったよね。え、何人ぐらいやっけ。2人。え、最低でも2人はおったよね。なんか 2,3 人ぐらいおらんかった。そこまではおらんか。どっちも嬉しい。女の子でした。うんうん。顔はイメージ通りでしたか。イメージ通りです。どんな子に育ってほしいですか。なんでそんな貴族みたいな格好してるんだ。自然に任せる。二人で名前を考えたのですが、うちの桜と夫の桜から取って響きが似てる。しようと思います。親子三人揃って名前が似てるっていう、いいね。桜も大切に育てます。うんうん、そうしてあげてください。守ってやってください。もちろん。節路とあずさくの間にカクラが生まれました。お、ほら来たよ。ちょっと来てもらえますか。はいはい。これで2人目ね。実はうちたちに赤ちゃんが生まれました。うんうん。男の子と女の子、うちたちってどっちだったら嬉しいですか。響きに違和感があるよね。どっちも嬉しい。なんか私、一人称が私の場合はタチになるけど、うちの場合ってうちらにならん。はい、イメージ通りです。どんな子に育ってほしい。どっちって言った。女の子って言った。自然に任せます。二人で名前を考えたのですが、うんうん、うちのはるかと夫の直樹から取ってなるかにしようと思います。なるか、いいね。なるかも大切に育てます。まあ、名前的には女の子だな。あなたが守ってやってください。はい、なるかが生まれました。で、あと一人おる？おらん？おらんかった。二人か。オッケーオッケー。はい、それじゃあマンション見てこう。これは喧嘩がありそうな感じだな。とりあえず一組ありそう。ここ。あれ？二組か？あ、二組や。しかもどっちも今現在喧嘩している。本屋さん入ります。あずか、珍しく怒ってます。まあまあ落ち着け落ち着け。ゆうかと喧嘩しました。腹が立ちます。ふんふん、仲直りしてください。このイライラも沈めてください。おー、なんか大好物、超大好物だけ出てないんやな。じゃあグレープフルーツでもどうぞ。いただきます。はいはい。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。自分直しつきました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。相手ゆかさんやったんか。この間はごめんなさい。さあ仲直りできるか。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。ストレートに。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったです。お礼にこれもあげます。ふいふい。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。なぜかアスカだけ犬によく燃えられます。家族で追ってもってことかな。え、つら。お、誰か噂をしているね。はい、そして、はるきくん、入ります。私、珍しく怒ってます。どうしたどうした。ちはやと喧嘩しました。うんうん、見てたよ今。仲直りしてください。このイライラも沈めてください。ここはあれやね、上下出てないな。
クレープでもどうぞ。いただきます。はいはい。さあどうすか。結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。うんうん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。落ち着かない部屋だな。この間はごめんなさい。あ、でも服装的には合っとる感じか。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったです。レベルも上がったし、まだレベル12ぐらいなんか。なるほどなるほど。それじゃあ勉強セットをどうぞ。道具、勉強セットをプレゼントしました。これにこれもあげます。なんでしょう。実用品、一応エコをもらいました。ありがとう。もらったノートで勉強したらすごく頭が良くなった気がします。うん、気がするだけでもね。大事大事、気分からよね。うん、ケイスケさんの部屋に出かけた。はい、それじゃあコウボンちゃん入ります。私と遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい、はっきょい。残った。残った、残った、残った。よし、オッケー。ストレート勝ち。おめでとうございます。ありがとう。それが選んでください。一番小さいので。お宝、爪切りをもらいました。ありがとう。ナンバスター殿、達成感が好きです。ごめん、達成感与えられんかったけど。大丈夫そう。はい、カス汁どうぞ。いただきます。はいはい。すごく美味しかった。よかったよかった。さあ、そして伸び寄った。部屋が整ってない人がまだおるよね。どの辺だん、みんな結構整ってる。隣同士で同じ部屋やん。嫌な並びだな、なんか。あ、みんな結構整っとるか。整ってますね。なんかこの部屋率高くない？めちゃくちゃ、あ、ランくんが整ってないけどめちゃくちゃ寝てる。絶対体バキバキになるやつ。なんです、我慢強い男だと思います。そんな我慢しなくて大丈夫よ。そっちの世界のベッド用意しよう。淡々と喋るのでしょうか。こっちの世界に君はいないと思うのでわからないです。じゃがバタでもどうぞ。いただきます。はいはい。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。なんかすごいぼーっとした感じだな。それじゃあ服、タータンチェックシャツどうぞ。まあまあ気に入った。よかったよかった。お礼にこれもあげます。
実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。そして部屋もね。オフィススタイル。あ、なんかすごい合う感じやね。雰囲気にも服装にも。インテリアもありがとうございます。いい感じの部屋ですね。よかったよかった。気に入ってくれた？部屋も見ていきますか？見ていきましょう。どう？いい感じ？なんかだいぶロッカー狭そうだな。あんな中に収まる。まあ、そんな大量に荷物持っていかんか。学校じゃないし。一人飛び抜けて成績がいい人がいるな。素晴らしい人だな。ぜひぜひそうしてください。よし、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。え、子供が生まれたばっかりなのに募金とか参加しなくていいよ。休んでなよ。なんかあれだな、女性陣の方が圧倒的に個性的な格好をしてる気がするな。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。おお、なになになに。ちょっとすみません。はい、どうしても桜が泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか？はい、それじゃあ引き受けましょう。さくら、あゆなのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。おおお、あ、さっきのリズムを、ダメそうか。お、なんか全然泣き止んでくる。お、あー、ダメだ。すぐに抜け出してしまう。もうちょい頑張るね。お、ここでハマってくれれば。なんかずっと一瞬だけなんよね。あー、めちゃくちゃ泣く。つらい。え、私そんなにリズム変えてるつもりないんだけども。待ってよ。よー。あ、これぐらい？あ、これじゃない？あー、泣き止んだ。あ、うわー。はっ、諦めます。あ、そろそろミルクの時間ですね。くそー。いい感じにはまるところを見つけたと思ったのに。また頑張ってみます。はい、そうしてください。お礼にこれもあげます。なになに。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。それで子供の写真撮った方がいいんじゃないか。それじゃあ、はい、ミーニュース見てこう。5時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日、ナダさんが誕生日を迎えました。お、おめでたい。あゆな市のホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ふんふん。ハッピーバースデーツーユー。お、あゆなおりやん。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーディアナダ。ハッピーバースデーツーユー。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでたい、おめでたい。マジのみに聞きました。ふんふん。え、今日だった？いや。もちろん覚えてましたの。絶対嘘やん。覚えといてあげて。怖いんですけど、何が起こるの、はい、この後。ゴジノミーニュース。猫型を伝えしました。すごい不穏な空気で終わったけど大丈夫そう？この後何かしら事件起きるやろ。確実に。お、夜市見てこう。お客さん、運試ししてみない？してみる、してみる。なんかあれやね、お互いにちょっと焦っとる感じが。はい、福袋を買います。一つ目の中身は
服ロングレザーコートが入っていました。お、これは当たりなの？おーって言った。はい、2つ目の中身はお宝、たわしが入っていました。いやー、なんか差がはい、3つ目の中身は食べ物、食パンが入っていました。何、ロングレザーコートに全振りしたんすか。後がしょぼすぎるんだけど偏りすぎでは。まあ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 、しょうがないか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、今回久々にね、子供が2人生まれたけん、まあ、また成長が楽しみやね。一応今1人分は場所空いとるけん、もう1人、まあでも1動画1人ぐらいかな、入ってくるとしたら。うんうん。